はい、皆さんこんにちは。ネスト福知山の外科です。公民の授業もいよいよ、最終の章、を扱うことになってきました。さまざまな国際問題ということで、これまでの動画でも話してきたこともあるかもしれませんけど、国際社会が抱えている問題を整理して、教科書を仕上げると終わるというふうにしていきたいと思います。今日はその7層の問題を取り上げるんですけど、その1個目で、地球環境問題について整理をしていきたいと思います。地球環境が危機的な状況、も壊れそうやと、野生の動物やら植物とか生態系とかがね、昔のようにはもう保てなくなっていると、それではあかんと、いずれ、それは人間そのものも動物の一つなんですから、人間の社会や人間そのものの存続に悪影響を必ず出してくる。だからちょっとなんとかせないかというわけなんですね。で、教科書にもある、関係する地球関係も環境問題に関係する年表に沿って、解説をちょっとしていこうと思うんですが、1970年頃大阪万博がありました。実はその頃日本は公害列島と言われていました、そんな今から50年前ぐらいなんですけれど、ラムサール条約というのが結ばれました、締結されました。これは湿地の保全ですね、干潟とかね、そんな何の値打ちもないやん、埋め立てて護岸にして、もう港を大きな船が着く深い、港にしたらええやんと、こういうようなことがどんどん海岸線を壊していました。でそれではあかんっちゅうわけですね。湿地の保全に、一つ成果が見られたね、ラムサール条約。だから例えば北海道の釧路湿原に単調っていう鶴が、いるのを知ってる人も多いと思いますけど、あの単調鶴が野生の姿で暮らしていける場所がキープされたのはこの条約によってです。もともと住んでたところを、人間の手が入らないように、保全しましょういうふうなブレーキをかけられたわけですね。はい、その翌年、スウェーデンのストックホルムで国連の環境に関係する会議が開かれました。ストックホルム大会で、国連人間環境会議ね、開かれますね。ストックホルムで開かれました。でその時に、よく私たちが聞いたキーワードがあるんです。 Only one earth、たった一つの地球っていうのでね、要は何や言うたら、地球は変えることスペアがありませんよと、だから交換できない地球と、そういう一個しかない地球を大事にしましょうねという意味合いです。 Only one earth っていう言葉はかけがえのない地球というふうに日本語に訳されて日本でもね、環境を大事にしましょうという意識が高まっていきました。公害裁判の判決なんかも続々と出てきたちょうどその頃です。それからその翌年にはワシントン条約ね、いうのができました。珍しい外国の動物をペットで飼いたい、動物好きの人とかマニアにはそれはもうねすごく嬉しいことなんですけど、それがために野生動物がもともと住んでたところで乱獲やとかが
ね、進み、あ、この動物は高い値段で売れるぞということで、希少価値がある、ね、動物が、あ、しかも乱獲されて、もともと少ないのに乱獲されて絶滅に追いやられるみたいなことが、まあ、しばしばあったわけです、ね、だからそれはあかんということでワシントン条約、この動物の、ね、やり取りは禁止というようなことがね決められていきました。野生動物のワシントン条約です。今もペットショップなんかで扱われている動物、ね、はあのこの条約を守った上で、扱われています。ね、それからモントリオールで話がまとまったんですけど、ワシントン条約から14年後、フロンガスの排出規制というのが行われました、まあ、ワシントン条約ができて、ペットマニアにはちょっと残念な、ね、1年、ね、3年、まあ、十数年が流れるんですけど、そんな頃に、話題になってたのはオゾン層の破壊っていうことだったんです、オゾンっていうのは酸素原子が3つくっついた、物質なんですけど、地球の、ね、上空を、無色透明なんですけど守ってくれてるっていうわけで、放射線などから守ってくれてると、ね、ところが、自動車のクーラーに使われてたのがこのねフロンガスっていうやつなんですけど、このフロンガスがね、ゴミになったらポイと捨てられるんで自然と増えていく中でこのねオゾン層を破壊するっていうんです。オゾンホールって言ったんですね。そしたら、今年は南極にでっかいでっかいオゾンホール、オゾンのないね、放射線筒抜けの、ね、まあ、言ったらその下におる人が生き物が、まあ、人間で言うたら放射線を浴びると例えば皮膚がんになると、で白人の人は皮膚がんになりやすいとかいうようなことが言われて、で、やばいじゃんそれはということになったんですね。いよいよ人類に環境問題が忍び寄ってくる、直撃してくるぞということになったんですね、フロンガスの排出規制が行われて、車のクーラーにはフロンガスは使ってはいけないよとかねいうことが、決まっていきました。でその5年後です、その5年後です、ブラジルのリオデジャネイロで、国連環境開発会議っていうのが行われました、地球サミットって言われる大きな会議になって、当時、世界には180余りの国があって、国連加盟国180、ほとんどの国が参加しました。で、あのどこの国のトップの人も、非常に意識が高くて、国のトップ、ね、国のトップがやってきた数はね、110人を超えました。110人。なので、もう世界中の国のトップとナンバー2とかナンバー3ぐらいの人が、とにかく180カ国の人が集まって、真剣にいよいよ考えなあかんぞということを意識したんです。これ地球サミットと言います。なので、
気候変動をどう抑えるんだっていう気候変動枠組み条約だとか、生物の多様性を、ね、人間に役に立つやつだけを残して役に立ちそうもないやつは滅んでみるとか、そんなことはありえないと、ね、全てが関わってて、そしてなんかそのサイクルの中で人間も生かされてるんだと、そういう原点を見つめ直せないかんとね、目先の損得とか、ね、好き嫌いで、ね、生き物動物や植物との付き合いを、短絡的に考えちゃいかんとか、そういう考えが申し合わされたんです。この地球サミットでは キーワードとなった言葉は持続可能な開発という言葉でした、ね、開発もしないと発展途上国の、貧困問題は解決しない。だけども、そればっかりを認めていると環境の破壊がどんどん進んでしまうというわけです、うん、中でも問題なのは、もうその頃から地球の温暖化というのがやばいぞというふうに意識されていたことなんですね。温暖化がストップできひんぞということやったんです、うんね、はい、国連環境会議は持続可能な開発という、キーワードを世界中にもたらしてくれました、うん、ただね、めちゃめちゃ残念なことがあるんです。世界中ほとんど全ての国が、ね、トップクラスが参加した会議なんですけど、地球サミット、我が国は参加せんかったんです。これもう我が国のもう汚点というかね、もう大チョンボやと思います。我が国は参加しなかったんですよね、うん、日本の人は、政治家は国内の政治のいろいろな問題が立て込んでて難しいからということで欠席してしまうんですね。どのように外国から日本の態度が思われたかということはちょっと想像してみてください。残念ですね。でその残念なのがあったのを取り返そうと頑張ったのかな、ね、温暖化がものすごく問題になってきてる。これ何かというと、温室効果ガスというて、無色透明だけれども太陽光線がもたらしてくれる熱を内側に吸収して、結果的に地球全体を、温室のようにぬくめてしまう、ぬくめてしまう、あったかいしいいやんじゃないんですね、温室の効果によって地球がぬくもると何があるんかと言ったら、気象の変化の激化、要するに雨が降るとか降らないとか、もう極端になるんですよ。降るのがドサッと降ったりとか、そうなると洪水は起きます、干ばつが起きます、ね、日照りが続いて、ね、食物が、ね、育ちません、ね、飢餓が発生します、ね、ということもあるし、南極の氷、氷河が溶ける、海水面が上昇すると我が国が海辺の珊瑚礁の国だから沈んでまうやんかって、こういう国もあるわけ、気温が上がるっていうことでいいことがある、ね、それがね、寒い寒い時に
ね、暖かい部屋に入ってきたらそれは嬉しいんですけど、そういう問題とは違うんです。ある程度、ね、地球の平均気温は、14.5度ぐらいでないと今の生態系は落ち着いていないんです。そんなのがね、じわじわっとじわじわっと上がるならまだしも、産業革命以降のここ100年200年で、ね、何度上がったのかなというね、1度2度3度までは行ってないんですけど、ね、とにかく、とにかく産業革命が、ね、機械化とか資本主義社会が誕生して、人間が石炭やとか石油をごうごうと燃やして温室効果ガス、その代表例は二酸化炭素なんですけど、を出すようになってからの気温の上昇をなんとか2度までに抑えて、洪水やとか、ね、干ばつとかを抑えながらということになったんです、ね。京都を舞台に地球温暖化防止のための会議が開かれて、世界中が一致団結しましょうということになったんです、はい、京都議定書というのが結ばれました。そして地球温暖化の原因を作ったのは先進国やと、だから先進国は二酸化炭素を減らさなあかんねやというそういう義務、それを守らんかったら、それを守らんかったら罰則があるでと、ペナルティーがあるでということで、温暖化を、ね、進まないようにする、あるいは進んだとしてもブレーキがかかったような状態にするということが、まあ、願われたんです、うん、で京都議定書は2005年から、国際ルールにするから、実際のルールとして運用するから、それまでに対策もしっかりしましょうねというようなことが申し合わされて、いよいよね、世界のルールに、なっていったんです。ところがね、ところがなんですよ、アメリカがね、そんな先進国だけ悪いというのはおかしいやんか、先進国だけが温暖化の原因を作ったと言うてやり玉に上がるっていうのはおかしいやんかと言うてね、京都議定書を離脱したんですよ、アメリカはね。なんでかっていうと、アメリカよりも二酸化炭素を排出してる国があるから。これ2017年のデータですけど、世界の二酸化炭素の排出量は圧倒的に中国がナンバーワンです。ナンバーツーはアメリカです。 EU がその次、インド、ロシアときて、日本は全体の 3.4% っていうことで、いやちょっとやんかっていうかもしれませんけど、実はそれだって、日本の人口と中国の人口はね、10倍ぐらいの差がありますよね。だから、1人あたりで言うと、日本と中国だったら、日本と中国だったらまだ日本の方がたくさん二酸化炭素出してるという状態なんです。この円グラフでかなりちっちゃいから良かったじゃないんですよ、うん、1人当たりに換算すると世界一二酸化炭素を排出している国よりもまだ日本は排出してるんですというようなことがあるので、ね、やっぱりこういうリーダーシップを取った国である以上は進めないといけませんねっていうことなんでね。ところが、ね、ところがまあまだ中国は先進国とは認められていない、先進国みたいな部分も随分あるんですが、先進国じゃなくて中国は、発展途上国の仲間みたいなことで、うちはまだまだ貧しい人がいるから、海外から、ね、開発援助を、ね、してくださいって、ね、
都合の良い時にはそういうふうに言います、うん、でこっちにはこっちには、ルールを守らなあかんとかペナルティーはなくって、自分のところにはあるっちゅうのは嫌やっちゅうわけですね、うん、他の国かってそうやろと、だからわしはもう離脱するべって言って離脱したのね。ということで、京都議定書はせっかく苦労の末に、できたかに見えたんですけど、10年も持たずしてバーンになっています。なので2015年、いよいよ地球の環境問題が暴走するかもしれへんということで、やばいなと考えたのは、世界各国、国連だったわけですね。もう一回京都議定書のようなものを作り直しましょうということになったわけです。パリ協定というのが結ばれました。で今度はね、京都議定書と違って全ての国に二酸化炭素排出については責任があるんだということになった。これ大きな変化です。大きな変化です。ただし、そうなると一番やり玉があるのはこの国なんですね。そんなん、うちだけを狙い撃ち取るようなもんやんかというふうに、まあ、ひがみというか思うわけ。なので、そうだけどそこら辺に、まあ、合意をしてくださいと、合意できる仲間に残ってくださいという、まあ、苦肉の策だったね。全ての国に二酸化炭素排出、温暖化については責任があるんだけれども、だからといって温暖化の目標を立てるところまでせんなのですけど、それが達成できなかったとしてもペナルティーはなしということになったのね。ペナルティーありからペナルティーなしになったんです。ペナルティーなしだったら最初から守らんとこうというような、そういう人だっているわね。むしろそういう人の方が多いんじゃないかな、というあたりが悩み大きい地球環境問題なんです。だからやばいなということで、国連はその年2015年からいよいよ持続可能な開発という言葉をね、思い出さなあかんということで、ね、SDGs を言い出したんです。持続可能な開発を、成功させるために、17のジャンルでそれぞれ、より取り組みを進めないといけない、ね、具体的な取り組みのジャンルを国連は提示したんです。これが SDGs。 皆さん SDGs はよく聞いたことある言葉でしょう、ね、はい、こういう流れがあるんですよというわけ、ね、それぞれの国にはそれぞれの国の都合もあるし、利害関係もあるし、ですけどそれを乗り越えてバランス取らんと、もう地球上がどうしようもなくなるよという、そういう差し迫った問題になっていますね、干ばつは、食物が育たないことで飢餓を、ね、引き起こします、世界中に必要なカロリー、栄養が取れてない人が、2014、5年当時で8億人ぐらいいたはずですから、おそらく2022年の今は10億人を超えていると思います。10億人ということを考えたら、世界の7人に1人は、ね、命をつなぐための必要な栄養、カロリー、食料さえ口に入らないような状態に落ち込んでるんだと、ね、だからこそ真剣に協力して何とかしないといけないし、科学技術の面でも最近、ね、真剣に考えられているのは、ね、昆虫食ですね、昆虫食、ね、コオロギなんかが食べれるんじゃないかと、ね、安全に安心して食べれるように、なるにはどう加工したらいいんだというのは、そういう技術が、真剣に開発されています。そういう研究が良い成果を出すのと、政治家や世界の国々が、お互いに痛み分けをするような我慢をし合いましょうよね、合意を保つように、ね、合意をするようにできるのか、
まあ時間の争いになっていますけど、一日も早く良い方向でことが、ね進むことがね、願われます、はい。かけがえのない地球は今日もかけがえのない地球のままでね、オンリーワンアースなんです、スペアの、ね、スペアの地球があるわけではないし、ね地球が住めなくなったら火星に移住しようとかね、そんなことを言う人も中にはいてたりするんですけど、まだまだそれは現実的ではないし、それよりも今の私たちが暮らしている地球とか生態系とかね、環境を大事にすることをもっと足元から見つめることが大事じゃないかなというふうに思います、はい。じゃあ今日の話は以上でおしまいです。ありがとうございました。